はい、今日もやってきました。アクアでやってきました。赤いスタッパ、あ、優しい運転してくれてるね。スタッパだって、スタッパだって。どうぞどうぞ。横断歩道ないけどね、駐車場なんで歩行者優先で。おはようございます。モバイルオーダーの YouTube 伊賀です。いつもありがとうございます、はい、追加のご注文ございますか。以上で大丈夫です、はい、それではゆっくりお進みください、はい、お願いします。はい、どうもです。はい、映せなかった。調整しないで顔が映ってた、顔が映ってた。モザイクになってる。収録に映ってたから画面もないですよ。よいしょ。おはようございます。はい。はい、はい、お願いします。いい香り。もうずっといたいね。香りが良すぎて。もう朝寝できるわ。朝ね、匠本当にもうふわー、車内充満する、ね、あ、おはようございます。先に指導の方と私は、はい、ありがとうございます。サンキュー、こっちもサンキュー、サンキュー。いや、もう気持ちいい。最近もう本当にリラックス。すごい色々してくれて、そう、超カスタムで。来週は新作やね。来週モモです。モモやね、はい、だからあの2回目やけど、もう超カスタムしとこうと思う。どんな味になるか分からない。調べてハハ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 。2回目だ。前回もなんかすげえな、すげえぜ。ありがとうございます。あ、これ入らんやん。ちょっと待ってね。じゃあまた来週来ます。はい、ありがとうございます。はい、これ絶対確信犯やな、間違いなく確信犯やね。はい、今日はそういうことで、フラペチーノホイップてんこ盛り。てんこ盛りだよ、ほんま。無理すぎてしまいましたって。いやー、わざとだろう。違うか。あれだよ、あんまやったらあの PR 言えなあかんからダメなんだよ。録画終了。はい、サンキューね。ということで、伊賀です。土曜日、来週から新作ということでね、今日は、第2回、いちごとバナナのフラペチーノ。今日はね、いちごとバナナくん最終回なので、超カスタマイズします。はい、ということで、さっきどうなってみたのか、まあいいや。これからね、もうね、すごい色がバナナの色がないというね。はい、今回は、いちごバナナフラペチーノ、ホイップ多め。ホイップ多すぎめやね。
ね、バナナフレーバーシロップ追加、フラペチーノロースト追加、チョコチップ追加、チョコレートソース追加、アーモンドミルクに変更ということで、前回は確か、前々回、チョコチップが多めっていうこと、あれ頼んでた、もっと多いのかなっていうことでよく分からなかったですけど、はい、今回は、あ、すいません入れすぎちゃいましたということで、ホイップを超プラスアルファということで、すいませんありがとうございます。いつもの方でしたね。前回もなんか ありがとうございます。はい、で、シガードーナツね、サンキューサンキュー、ね、シュガードーナツ、ね、はい、シュガードーナツ手品か手品ですね、はい、こうもうこれがねもう完璧にこれ困ったらもうこれを頼めっていうぐらいね、ほんとマジでほんとそうだよ、ね、はい、じゃあストローバナナフラペチーノ超カスタムいってみたいと思います。ちょっとまずね一番下、あ、イチゴ来るね。あ、バナナ来るね。うん。あ、やっぱりね、フラペチーノが、なんかね、深みを出すね。で、今、イチゴ、バナナ、なんかね、こう、真ん中のあたりって来たんですけど、なんかね、前回と明らかに違う。何かが違う。本当に。じゃあもう早速ね、こいつのドーナツ行ってみたいと思います。もうこれいいでしょ。ね。やっぱりスタンダードだよね。甘すぎる。うん。食感というか歯ごたえもちょっとこう餅までいかないんやけど、こう固めのふわっとしたパンみたいな。パンではないの。うん、これ。うん。うん。あの今日前回気づかへんかったけど、今回気づいたのはなんかね、バナナとイチゴって酸味とこうね。あれで、なんかものすごいフルーツ牛乳みたいな、フルーツ牛乳じゃないんやけど、フルーティーですね。フルーティーさを感じるね、すごい。ツートップだね。あ、なんかフラペチーノいいね。この、ね、味の重さをガツッとこう、くるね。コクというか。フラペチーノって何なの？またこの辺出るかもわかんないよね。うん。うん。うん。あの、すごいね。いちごの酸味が勝つのよ。で、バナナがふわっと出てくるんだけど、その後は、こう、苦味というか、出てくるんだよ。じゃあ、前回、学習してね、混ぜてみよう。混ぜてみました。バナナの果肉が詰まります。ちょっとね、フラペチーノが邪魔するね。いちごの酸味がなくなっちゃったね。ね、最後ね。これはね、もう何でもカスタマイズしたええもんちゃうぞっていう。ちょっとね、これはね、味のバランスがちょっとものすごく崩れてるね。アーモンドミルクの、アーモンドミルクはある感じんねんけど、そこがね、フラペチーノがきつすぎて、苦いやつだよね、多分。わかんないけど。
そこがね、ちょっとね、悪い方向に、なんか、悪友みたいな。学校でいたでしょ。真面目な、ね。勉強とかしてんのに、ああ、ちょっと遊びに行こうぜ。ちょっと行こう行こう。あ、まあ、付き合い悪いな、っていうような感じが。それで付き合い、しゃあないか行ったら、もうなんかね、今までクソ真面目やったのがね、キッチャパツにして、ね。ねっていうような感じになっちゃってるね。あ、悪くはないんですけどね、うん、健全なあのフラペチちょっと健全じゃなくなってるかも。な、美味しいんですよ。バナナも今果肉が来てね、詰まるんですね。フラペチーノは控えめに。それが今日の教訓。ちょっとフラペチーノきつかった。でもホイップがいいね。ホイップ。うん。ホイップの部分はね、イチゴが生きてた。なんか。で、後味でこう苦味っていうか、深いのが来るね。はい。そんな感じでした。ということで、超カスタムのいちごバナナフラペチーノ。あんまりカスタマイズしすぎたら何でも入れたらあかんってやつね。適度に選んでくださいね。はい。シュガードーナツでした。はい。今日はね、残念ながらね、60点。これは私が悪いね。これせっかくの美味しい、これを生かしきれなかった私の責任です。責任を取って、来週は新作いきます。はい。以上です。Thank you.